よし。どうした？動け。終わりだ、フラックス。そっちの動きはどうじゃ？そろそろ悟空ブラックがそっちに。お待たせ。ブラックが動いたわ。準備はいい？見てみたかったね。ブラック、貴様どうやってここまで来た？どうやらお前が通った時空を私も通り抜けてきたようだ。お前は私を呼んだのか？殺してほしい。早くは時の指輪を持っておる。下手に時空を移動したら落ちてくるかもしれん。ブラックを追い詰めてすぐに落ちてこられるようにしてから戻るんじゃ。それでおめえ誰か？ブラックスと一緒に未来から来たんか？あの人ハイヤ人なんじゃ。もしかしてあの人こそママの隠し子？この痛みがまた私を強くする。気持ち悪いぞおめえ。この指輪は反応した。この気配、まさかお前は。なんてことを。ブラックのやつ、タイムマシンを壊していくとは。なあトランクス、さっきのやつはおめえの仲間なんだろう？え？
何者だ貴様ら。ジャイアント何人にかかってきても無駄だ。ジータ、オラの手。こいつもこいつも邪魔だ。お前らも引っ込んでやがれ。お前こんな。そうは言っても体でさえ強い悟空ブラックがさらに強くなってるわけじゃし。いいから、あなたたちはブラックを奪うことに集中して。人間なんてよくそんな褒美にいいものを見せた。センスに合わせて名付けるとしたらどうぜ。そう、スーパーサイヤ人ロゼ。スーパーサイヤ人ロゼ。これはついに孫悟空の力を完全に我が物にした。孫悟空よ、喜べ。それによって美しさの頂点へ至るのだ。おめえ何言ってんか全然わかんねえぞ。所詮は人間史だ。俺が奏でる言葉の気高さを理解できるはずもないのだ。俺の志も美しさも、そう、俺という存在のすべてはただひたすらにここ。やっぱあいつ気持ち悪いな。時の指輪、やはりお前たちからかも。これはいい。ブラック方向を見て話をしてやがる。貴様の相手はこの俺だ。わからんのか。お前の出番はもう終わった。木々をわきまえるんだな、全然。だと、先ほどお前を前座と呼んだが、訂正する。前菜だべ、ギター。お前はいい味の前菜だったぞ。どうだ。さあ、メインディッシュを平らげてさらなる高みへ登るとしようか。そこまでです。それ以上の勝手な行いは許しませんよ。約束したはずです。孫悟空のとどめは私が刺す。あやつじゃ、あやつらに騙すじゃ。
悟空とトランクスが離脱したぞ。ベジータの前が救出したようだ。これでこの歴史はもう大丈夫だな。月を見て戻ったでしょ。彼らには私の指輪があるから気をつけてね。大したやつだ。逃げられたか。まあいい、奴らはまた来る。その時こそ始末してやる。あちらはどうする？それについてはゆっくり考えるとしよう。時間を自在に行く者相手に急ぐだけ無駄というもの。それもそうだな。まずいぞ、ブラックだけでなくザバスにもあの木が。悟空とベジータはすでに倒れておるぞ。いいわ、悟空君とベジータ君を助けるのは先輩に任せて。お前さんはブラックと一緒にザバスとブラックを抑えるんじゃ。世界は美しい。だが人間の醜さがその美しさを汚す。全ての人間を消し去り、美しい世界を取り戻す。それが我々の人間ゼロ計画。何が人間ゼロ計画だ。貴様のやっていることはただの人殺しだ。そうかね。俺よりもお前の方がはるかに大きな罪を犯している。罪？過去と未来を行き来するのはもう何度目だ。我々は知っている。お前は神々のタブーを人間の身でありながら犯し続けた。フランス、お前は心臓の病に死ぬはずだった孫悟空を救ったな。やつが歴史通り死んでいる。俺はこの肉体を求めることはない。この世界を作ったのはお前なのか。この事態はお前たち人間のおごりが招いたものに他ならない。俺はみんなを助けたかっただけだ。時間に触れることは神の特権だ。それを乱すやつは粛清ある人間。見ているか。
受け入れ。と呼ぶなら呼ぶがいい。ブラック、貴様は、貴様は俺がやる。何？バカな。なんだこの力は。サイヤ人、父さんの知り合いですか？助けてくれてありがとうございます。でも奴らは俺が食い止めます。その間に父さんたちと過去に帰ってあいつらを倒す方法を。待って、もう少し頑張って。今のロゴが僕は君たちを助けているから。ことはトランクスに任せて、お前を返してくぜんじゃ。おい、なんてやつだ。